せをします。で、道中、ナブラを見つけたらですね、ルアーを投げてマオモンを狙ってみたいと思います。頑張ります。日の出の時刻遅くなってきましたね。そして朝も寒くなってきましたね。ボートから仕掛けを投入し、巻き餌を巻いて浮きを流します。ボートから普通に浮かせやってます。幸先よく当たりがありましたよ。手のひら今日の唐揚げサイズ。唐揚げサイズのダブル。これ人もくれる。少し型が良いようです。黒釣りはパターンをつかめば数釣りできるので楽しいですね。サイズアップしましたね。さらに良い方かな。引きも強く重たいです。船からだと障害物がないのでゆっくりやり取りできますね。でかいな。タモが出ました。両肩サイズと手のひらサイズダブルヒットでタモになかなか入りません。なんとかゲット。手のひらサイズすくってないね。サイズおるやんおるやん。両肩続きますね。満潮を迎えゴールデンタイムかな。
づらいですが、雨季わかりますか？またまた両肩ヒット。根に潜られたよ。一糸を緩め仕切り直し、再度引っ張ってみると出ましたよ。さあ浮かせますよ。ダブルヒットでしたが、今度はうまく救えました。ほら、でっかいのとちっちゃいのダブル、すごい。これも強い引き。シングルヒットだったら結構いいよ。でかい。この日一番かな。今日一やない？これ。今日一番。今日一。今日一やな。これ。すげえ。ちょっと上がってみようかな。はい、30超えてます。両肩です。この辺では。嬉しい。32センチでした。泳がせの竿に当たりがありました。なんやろ、なんかついちょる。ヒラメやったら嬉しいね。ヒラメやったらなんやろ、なんやろか。アジゴが釣れたのでそれを餌にして置き竿にしてたよ。すげえ。すいません。カラマッチョ、わかりますこれ。アナゴが釣れました。最後の最後泳がせで、すごくない？すげえ。お疲れ様。この日の釣果ですよ。はい、お疲れ様。今日も黒がよく釣れました。初めはね、馬島の方に行ったんですけども、東の風が思った以上にひどくて、帰りが心配だったので、人工島の周り、ですね、坪瀬沖の瀬ですけども、その瀬の周りでね、黒を狙いましたが、思い通りに釣れてとても嬉しかったです。型がね、思った以上にこれまた良かったのでとても嬉しいです。美味しくいただきます。ありがとうございました。
ャンネル登録してくださいね。